倉島堀池小松崎チームですよろししくお願いいたします早速ですが僕たちが初めに考えたことそれは今若者が考えている思いとは何だろうかということですこれは社会人2年目の僕たちが実際に友人たちとした LINE です左は起業をしたい友人右は希望通りの配属がかなわなくて転職を考えている友人です こういった声を踏まえると働く若者の今を捉えるキーワードは3つあるかなというふうに考えています1つ目は個人で稼げる時代会社にいることだけがすべてじゃないと考える企業志向2つ目は職種や勤務地など配属などによってやりたいことができないと考えている配属ガチャそして最後に 働き方改革が進んでいる今なかなかもっと成長したいというふうに考えて転職してしまうホワイト転職です。これらを踏まえると積みたい経験があっても思い通りにいかないという僕たちのような同世代がとても多いなというふうに感じていますでは福島県にはどんな課題があるのでしょうか僕たちが目をつけたのは後継者不足です 福島県では1年に600社以上が廃業していて事業が順調でも後継者に出会えないというふうな現状がありますそういった課題を知って僕たち3人で実際に福島に足を運び経営者の方にお話を伺ってきましたこちらの動画をご覧ください実際今後取りがいないななからみんなうんで戻ってくるあてが多分ないと思うね なんかすごいあり,ありがたいっていうか新しいその風を起こしてくれる感じだね実際に社長にお話を伺い後継者不足の実情について深く知ることができましたそれらを踏まえて挑戦したい若者を後継者がいない福島の企業と福島民放社が一緒になって支援するそんなアイディアを考えてきましたそれがこちら社長になれる転職サービスふるさと社長 このサービスは挑戦したいけど機会がない若者と事業はうまくいっているのに後継者に出会えていない福島の企業を福島民放社がつなぎ若者が社長として転職してくるというサービスですまず流れを説明します最初にふ,ふるさと社長というサービスを若者に対してはデジタル広告で福島の企業に対しては新聞広告で告知していきますそして集まった企業を福島民放社の記者,記者の方が取材し企業の情報などを記事化します そそししてそれをふるさと社長のウェブサイトに掲載します若者はその掲載された求人情報を見て自分の条件にあったりやりたいと思った企業に応募しますこうして若者と福島の企業がつながりふるさと社長が誕生しますこれがさまざまな業界企業で広がっていくというようなサービスになりますではこのサービス一体どこで収益を得ればいいのでしょうか僕たちは3つの収益化の方法を考えました 一つ目が、ふるさと社長ゼミです。社長になるために必要なスキルやノウハウを、ふるさと社長になりたい人に教えるための有料セミナーを開講し、授業料から収益化を図ります。次に、ふるさと社長スポンサーです。司法創生を行う企業の中でも、特に将来的にふるさと社長の取引先になるような B2B 企業をスポンサーにします。例えば NTT であれば、企業の DX 業務を受注したりとか、SMBC であれば、メインバンクになるようなイメージです。 三つ目がふるさと社長コラボですふるさと社長が就任した企業と新たな事業に挑戦したい企業をつなぎその仲介手数料で収益化を図りますしかもこのサービスいろいろ展開できるんですまず福島を中心に日本全国の地方に広げることができます次に社長以外に後継者候補に出会えてない他の企業に展開することもできます 最後にターゲットを学生に広げふるさと社長でインターンを実施福島で社長になれることを就活時に知ってもらうことができます以上がふるさと社長で行える施策と展開になります最後に僕たち若者そして福島の社長の皆さんは本当にこのサービスを必要としていますそしてそれを実現できる福島民放社の皆さんがいます 福島が若者にとって挑戦できるような場所になれば、それが日本全国に広がって、若者が地方で挑戦したいとか、地方で働きたいと、そうやって思ってもらえるような社会を僕たちは実現できると信じています。福島民放社の皆さん、僕たちと一緒に、福島から日本全国そして社会全体を盛り上げていきましょう。以上になります。ありがとうございました。 プレゼンテーションお疲れ様です。元気のプレゼンありがとうございました。ntt ドコモベンチャーズ荒井と申します。えっと質問なんですけれども、ちょっとあえて1点ちょっとあの聞いてしまうんです。けれども、あのまあ若者の方たちの課題感とか。すごくあのわかる。一方でそのベンチャーに行きたいとか、自分で起業したいっていう思いとまあ、一方でその後継者不足に悩んでいるまあ、既存の会社。さんに行くというところで、ちょっとだけ少し差分があるのかなって思ったんです。自分でこう起業するとか。まあこう。 若いこうベンチャーに行くみたいなのノリというかテンションとちょっとだけそうあるかなと思ったんですけれどもそのあたりなんかどういうふうにこうハードルを乗り越えてあのいただくような仕組みだったりとか枠風っていうのをされる予定なのかなっていうのを少しお伺いしたかったですお願いします、はい、と若者にとって起業したいって思う時に新しい事業を起こしていきたいっていう気持ちがあるっていうのが前提とした時にあの今回のこの既存の事業の中に入っていくっていうのはすごいハードルが低いっていうか始めやすいのかなっていうふうに思っていて。 っていうのも,もうキャッシュフローが回った状態の事業に入れるとか、あとはもうすでに信頼できる取引先がいるとか、あとはあのこれまでの実績があるので、今後の収支予測をまた位置から立てるよりも立てやすいとか、新しい事業を始めるためのその他の収益化を考えなければいけない部分とか、新しく始めて営業していかなきゃいけない部分っていうのがなくなって、よりあ会社の中で新しい事業を立ち上げるとかっていうことができるので、若者がしたいことっていうのは、 企業というよりも、その中で新しい事業を起こしていきたいとか、社会にどういうインパクトを与えるかというところは、あの場所は問わずに、福島にある既存の企業でもできるかなというふうに考えていますよく理解いたしましたありがとうございました。